まるまると思うんですよ。じゃあ例えば今こうおっしゃったそのコール&レスポンスのこうプロセスっていうのがまあ哲学的であるっていうまあ形容詞がついてるわけですよね。でありたい、うん、じゃあ哲学的ではないっていうのはどういう形容詞になるんですか？うん、それが難しいんですよ。だから多分ね、そういう区別じゃないんでしょうね。いやけど例えば、うん、僕が思う一つのこうあり方ですよ。すごい むちゃくちゃこう権威のなんかこうあの対話者みたいなのがいて、うん、で専門家みたいな、もういやもう幼児教育の専門家ですよ。でそこに行って、もちろんやらせてくれるよみたいな感じでこう行って、ほんであのもちろんいやありがとうございますみたいな、例えばそういうコミュニケーションもないことはないと思うんですよね、うん、それは哲学的か、うん、いやだからその先ほどこう本間さんがおっしゃったこう哲学的っていうふうに言われるのと違うものは 何であって、その違いからそう哲学的っていうふうに言われてるこう形容詞副詞っていうのは何かなっていうことを考えて、もちろんあの質問としてはあの当然あの疲れる質問だと思うんですけども、でも哲学的ってないものから考えるというのは結構難しいところで、うん、難しい、答えの難しいですね。いやあの私が今こう本間さんがねその哲学的っていうふうにこう言われたことは、私のこう言葉の辞書の中では、先ほども言いましたけどアリストテレスのプロネーシスなんですよ。あの相手がいるっていうこととその相手のこう状況にが単にあるだけじゃなくて、自分が関わることでその状況は変わる、うん、そのことをプロネーシスでこう言ってるわけですよね。だから単純に法則じゃないし、観察してるわけでもない、なんかすごく事態は流動的なんですよね、うん、で、まあ、あの哲学史の話になりますけど、テクネってありますよね、技術のチーム、あれはずっとこう手段であり続けるんですよ、ね、テクネっていうのは目的の常に手段だけども、プロネーシスっていうのは手段であるときもあれば目的であるときもあるっていうふうにこう言ってて、でそこをやっぱりきちっとこう見極めて、しかるべきときにしかるべき仕方で、しかるべき人に対してしかるべきふうに行うべきみたいなことを言ってるわけですね。なんかそういうふうにこう聞こえてくるんですね。でもプロネーシスはいろんなプロネーシスなんですよね。医者とか、あだからもう政治家とか、もう全然もう一人一人違うんですよ。だから一般論しか言えない、 その都度ごとの状況においてあの違うんですよね。で、まあ、私があのよくこの頃よく使ってるあの例なんですけども、あのウォンキーっていう人がいて、アメリカの女性の哲学者なんですけど、ガダマーの研究者でありかつ政治哲学をやってる人で、あのガダマーの世界とあの公約でもあるんですけども、うん、あのテクネとプロネーシスどう違うのかっていうので、テクネっていうのは例えば歯のねこの充填をする、ってでそれはどんどん自分があの習得したら上手くなるし、けれども機械的じゃないですよね。本間さんの歯の充填の仕方とそれからまた別の人の歯の充填の仕方違ってたりすると、そういうふうなことで状況によっては違うんだけれども、基本的にはどんどんこう上手くなっていくし同じなんだけれども、プロネーシスの場合で、まあ、彼女が出している例なんですけども、やっぱり状況によるんだと。で勇気とは何かっていう話でも、そのある時は死を厭わないことが勇気かもしれない、けど死ぬことが勇気かもしれない、で自分の権利を守ることが勇気かもしれないし、自分の権利を放棄することも勇気かもしれない、けど全部勇気だっていうふうに言われるわけです、うん、やっぱり状況によってこう違うっていう知がプロネーシスだっていう言われていて、それでもやっぱり勇気という何かがあるわけですよ。けどアリストテレスはそれ以上のことは言わないんですよ、うん、でなんか私はその説明はすごくなんか納得というかして、で状況によってこう違う、具体的行為は違うわけですよ。その、ね、自分の権利を守るのか放棄するのかっていうやってることは違うけれども、それは勇気があるっていうふうにこう言われる、
だから、まあ、言いたかったことはですよね、その状況に応じて、まあ、いろいろこうね、相手のことを見ながらって、まあ、先ほど本間さんこう言われてて、でそれはもうそれぞれのこう幼稚園の場合もあれば小学校の場合もいろいろあると思うんですけども、そういうこうあり方っていうのが、そのまあプロネーシス、私のイメージではプロネーシスに近いかなと思ったんですね。でそれをまあ本間さんは哲学的と言われた。まあ、日常にそういうあのプロネーシスって、うん、日常に偏在しているものなんですよ。いや、今こう喋ってることはプロネーシスです。いや、というかその哲学者に限らずだと思う。いや、というか実践の中に埋め込まれた何かですよね。アリストテレスはそういう分析ですよ。本当にこの今の日本でも当てはまるだろうし、当てはまるし、まあ、私が賛成するのはその先ほどその役割とかではないって言ったのはそこに一つのポイントがあったんですけども、誰かの得とか能力ではなくて、どこにでもあるという点は確かに強調したい、そういう意味ではまあそうかなと思いますね。それが哲学的ということですか。はいはい、もう少し限定的なんですか。もう少し限定、いやいや、アリストテレスとの比較が、なるほどと思ったのは、それは、そういうプロネーシスというのが誰にでもできるわけではないけども、まあ、どこにでもありそこでもどこにでもあるある種ありふれたものであるという意味で、哲学的っていうのはそうであっていいと思うんですね。どこにでもある、誰でもできるわけでもないけども、どこにでもある、それが先ほど言われた哲学的、じゃあ、まあ共通点があるかなっていうことです。家高さんが言われたことに対して、じゃあ例えばその今こうね、この話ちょっともうちょっとお聞きしたいんですけども、その第二でも、あるというかアクセス可能である、ということがやっぱり一つのこう哲学的っていうこと の本間さんにとっての意味の一つなんですというのが徐々に分かってきましたね。だから最初は全く分からなかったです、私はやっぱり頭の固い大学院生でしたし、前回もお話したように鷲田さんたちが、鷲田さん、中岡さんが認証哲学と言われるときに、多分ほとんど私理解してなかったと思うので、やっぱりこう私は哲学のエリート主義に憧れていたというか、ごく最近まで多分それ捨ててなかったと思うんですけども、やっぱり哲学者の特権みたいなものを擁護していた、哲学者とは言わないにしてもやっぱり哲学研究、でも、その辺ちょっと哲学かな、うん、哲学の特権、でその中に哲学者も含まれてますよね、どうなんでしょうね。でも哲学的なもの、哲学的なものじゃないですか、ダスフィロゾフィッシュ、まあよろしいません、で今は、だからそこがうまく捨てきれていなかったところが、うまくというか捨てきれていなかったところが、最初の哲学カウンセリングが分からなかったということ、私の無理解の一因かなと、でやっぱり一番インパクトが大きかったのは哲学カフェよりも、哲学カフェもあります。哲学カフェをずっと続けて10年以上続けて、でも最近になればなるほど私は進行役もせずに、参加者であったり、その単にその場にいる人であるという、基本的にはもう参加者に近い立場にずっと続けて、でやっぱり人々に参加者に何を生じてるんだろうかということを我が身でこう感じてみるときに、これはこう感想とか後の意見とか聞くと、ほぼ楽しんでるっていう人は同様に考えられてる、考えてる、生じてる経験があって、でこれを別に哲学的と名付けてもいいなと。なるほど。だから私が何かを加えたり操作したり与えないと、そこに付加されないような何か欠落した何かではなくて、そういう形で自制するっていう、自ら生まれるっていうものを哲学的と名付けていいのだっていうことが、徐々に具体的にいくつもの仕方で見えてきた。哲学カフェもそうだし、
小学校小中高に行って、半信半疑でやってみる。半信半疑ですよね、本当に最初は、うん、半信半疑でこんなことしてどうなのかなっていう、うん、哲学カフェもそうだった、うん、基本半信半疑でやってたんですけども、うん、あのまあ、あ、あの、あ、そういうことなのか